2つ目フェイスの、これフェイスなんでしょう、はい、これを、まあ、ボールに合わせてスイングするわけですよ、はい、その時にフェイスが開いてるとか閉じてるっていう感覚多分まだ分かんないと思うんだよね。だからその感覚をちょっとこっちの線で説明するん で、はい、でちょっと見てもらいたいんだけど、はい、この線あるでしょ、一番下の線、いっぱいあるけど一番下の線あるでしょ、はい、これをこの縦線分かる、はい、このカーペットの縦 線、縦線にちゃんと平行に合わせてあげる。はや、そうそうそう、あ、で、これは開いてる、開いてる、フェースが開いてる、そうそう、で、これは閉じてるっていう状態なんです。だからボールに構えた時にこれがいつもまっすぐになるように最初構えてもらいたい、ボールの後ろ、意外とあれですね、思ってたより開き気味、ん、これでもまっすぐでしょ、そう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 、でもなんか考えてたより開いてない、ね、こっち上に向いてる感じはすごいします、うんうん、市原さん、市原さん、あ、カメラにケツを向け、そうケツ向けちゃいましたご自慢のケツなのでご自慢のケツをそうそうだ、また向けてるネタ、ネタかっちゅまだ撮れたネタかっちゅて仕方がないようですすみません、ケツをいいよ、合わせてもらって、合わせてもらって、はい、あ、合ってる合ってる、完璧完璧、これで、そう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 、次クラブの位置なんですけど、まあ、真ん中過ぎたりとかこうなりすぎないよ、出すぎないよ、左の股関節の前あたりに、うん、こう、おー、そう合ってる、そうそう、そこそこそこに来るよ、おお、そうそうそう、え、ちょっと、あ、ごめんなさい、別の、あ、そうそう合ってる合ってる、そうそうそう、ボールは足の真ん中で、うん、でこのこれだけ左鎖骨、うん、そうそう、ボールもボールは真ん中じゃなくて、真ん中じゃない、ちょっと左寄りか、ちょっと左寄りになる、はあ、はあ、そうそうそう、へえ、面白い、なるほどまだ早い、まだ怖かった、まだ早いで今度アドレスの立ち方、まっすぐ立つでしょ、はい、股関節から少しお辞儀する感じ、そう、そしたらおけつをこうやって下げないで、この背のまま少し、そう、そうか、そうそうそう、あ、あ、そうそうそう、ここまで大丈夫、はい、大丈夫で、ここまでできたらちょっと実際見本見せるからちょっと見てて、はい、グリップ、左手グリップを握るでしょ、で右手グリップをして、でここでフェイス合わせます、まっすぐ、まっすぐ立って、腰を折る、腰を折る、ケツを少し出す、膝を少し曲げる、構えます、目標を見て、で、1、2、3、すごい、1、2、3、すごい、まっすぐ行った、みたいな、気持ちいい、目標を見るんだ、球を見るんじゃなくて、球見て、目標を見て、1、2、3、どこまで見てたらいいんですか、なんで当たるんだろうね、あ、もうここの飛び出しまで、飛び出しまで、そう、球が当たって、あ、飛んでるなと思ったら上げていく、あ、すぐずらしてました、そうそう、じゃあちょっとそれを踏まえた上ではやってみよう、で最初は腰から腰まで合わせます、うん、握ります、うん、当たんのかな、これでまっすぐにします、うん、で腰落とす、うん、あ、当たった、あ、そうそうそう、いいね、で最初あの打つときにこれティーアップって言うんだけど、このぐらいの高さのティーアップで7番アイアン練習した方がいい、はあ、うん、これで今どのぐらいの高さなんですか、どのぐらいですかね、これ 10ミリ1センチぐらいの高さですかね、はい、確かに、だったらパコンっていきそう、気持ちよく、うん、そうそうそう、おお、当たる当たる、当たった、
当たる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 楽しい。でも、もっと市原さんみたいにバコーンと飛ばしたいですね。そうだよね。最初このぐらい腰から腰までのスイングで当たるのが重要だから一旦クリア一旦クリア一旦クリア一旦クリ ア, クリア次しばさん。市原さんは空振りしないんですか？もう全くたまに空振りする。え、あ、するなんだ勇気づけられるまっすぐ合わせて股関節左、ここを腰から腰まで腰から腰まで、うん、こういってそうそうそう、あ、当たるじゃん。ああそうそうそう、いいよ、おお当たる当たる、おお、いいじゃんいいじゃん、当たる当たった、当たってます。そんなに上げるの、うん、お当たるようになってきた。だいぶダイナミック。最初よりめちゃめちゃいい。お邪魔します。田島です、よろしくお願いします。田島凛ちゃん、すらしませんお願いします。でちょっとお手本をちょっと見せてもらって、ドライバー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 、はい、ドライバーが得意なんですか？ドライバーはそうです、割と好きです。アドレス、アドレス、すごい綺麗でしょ。前傾して、前傾して、膝ちょっと綺麗だね、すごいね、すごいすごい、スタイルいいし、すごい。やっぱ得意なクラブはドライバー？そうです、得意なのはドライバーと、あと3番ウッドが、3番ウッド、はい、割と好きです。最初見てもらいたいのは構え方だよね、うん、真似してもらいたいのは、うわー、ちゃんと右足がね、ちゃんとかかとが上がってくる。いやでも、あの立ち姿綺麗だね。ありがとうございます。うん、良かったです。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。始まりにしよう。ごめんなさいね、練習の邪魔して。大丈夫です。ありがとうございます。ます、いやー、あ、行っちゃった。いやかっこいい。ああいう立ち姿。ちょっとあれ真似しますね。そうそうそう、パクって。いやすごいね、音もやばかったね。すごい、なんかこっちが上がっ、痛そうですね。こういう感じで上がっていく。上がるんだ。じゃあ立ってる時も最初からちょっと、そうですよね。うん、まあ右手が下に来るんで少し左が肩は上がるんですけどね。あ、確かにそういうことか。少し少し。で最後、あんまり練習場とか来れなかったりすると思うから、うん、大丈夫しましょう。疲れても。めっちゃ疲れた。ね、痛くない？背中がもうやられました。そうそうそう。普段使わない筋肉を使ってる感じ。そうですね。だから最初やっぱ慣れないスイングで硬い姿勢とかで振っちゃうと体痛めたりするから、それを予防するためにも家で正しい姿勢を覚える。だからまあ、あの家でやってもらいたいことは3つあって、最初に教えた正しいグリップ、うん、で家毎日10分ぐらいはクラブ持ってもらいたいね、うん、であともう1個は鏡の前でさっき教えた正しい姿勢そうそうそう、覚えてる？覚えてます。覚えてる？そうそうそう。おじいさんみたいな。あ、このね。そう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 。でも、まあ後で正しい姿勢を2人の携帯で写メ撮って、こういう姿勢でやってくださいっていうの。確かに顔上げたら痛いや、背中が。やっぱ顔下げてた方が。そう、顎を上げないと張っちゃうでしょ。うん。そうそうそう。そうだ。で、あとはもう一つ、まあクッション。まあ今日この場にクッションがないからあれなんだけど、これがクッションだと思って正しい姿勢をして、まっすぐ向こうに壁に向かって投げてみる、うん、平行に自分の、ちょっと軽くそっちにカメラに当てる、ブン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 、
あ、ごめんなさい、いや、わざとらしい。わざとでしょ。ごめん、しかもだって俺の方向いてるからね。っていう感じで投げてもらうとちょうどいい。その3つをインスタで上げつつ、はい、イチゴルの宣伝してもらいつつ、ね、なかなかね登録者が増えなくてね、そうなんです、テンションが下がってきちゃうからね、確かに、そう、まず登録、まだね79人なんです、あー100よ、ちょっとまず1000人いきたい、うん、ね、声が、え、1000人いきたいよね、1000人いきたいね、1000人、ぜひぜひお願いします、1000人、ぜひぜひよろしくお願いします、違うアカウントでも登録してもらって、うん、稼いでもらってね、はい、この動画が良かったらね、そう、グッドボタンを、そうだね、あ、そう、いつも忘れちゃうやつで、グッドボタンと登録は別別で、じゃあグッドしなくてもいいから登録をしてもらえばいい感じまあグッドも欲しいよね、グッドも欲しいですね、登録はマストで、マストで、でちなみに、はい、あのコメントくれれば、そうですね、レッスンとかも、はい、マジで YouTube で撮らせてもらえるんだったら、あ、混ざって一緒に練習したい人を募集して、教えますよっていう、うん、あ、いいですね、それは市原さん、市原さんがちゃんと言った方がいいんです、それを市原さんが言った方がいい僕が言ってもじゃなくて、そうです、はい、うん、まあ、YouTube でコメントをくれた方にちょっと、まあ、レッスンとか、うん、させていただきたいと思うので、どんどんコメントください、すごい、それは、え、ちなみにそれは撮影付きですよね、もちろん撮影付き、顔出しありで、顔出しありで、まあ、サングラスとか OK ですもんね、サングラスとか OK です、ね、はい、マスクとかね、コロナ中だから、そうですね、まあ、帽子も OK です、はい、いや本当に恥ずかしい人はね、顔をそうやって多少隠してもいいから、うん、出るんだったら教えに行きますよ、そうですね、どしどしコメントください、すごい、それはラッキーですね、だいぶ、何やってる、腰痛めました、あ、腰が痛いの、背中が痒いのかな、やっぱこれあのへそは出さない方がいいですよ、ゴルフのところにいやもう完全に遊んでるしか見ないもんね、ね、虫も代表して、あれでしょ、はい、私はウエストが細いっていうアピールでしょ、細くないでしょ、ウエスト細いですよ、ね、細いよね、まあ、サルちゃんの方が細いでしょ、うん、サルちゃんとか全然細いもん、全体でサルちゃんご飯食べてないでしょ、ね、食べてるのご飯食べてます。食べてる。大丈夫。大丈夫。心配になっちゃう。まあ、ご飯食べれなくなったら、あの市原さんにお腹空いたっつって。すがりつきます。そう。マクボスします。マク。安っみたいな。取り方来る。まあじゃあとりあえず最後の締めを。はい。はい。来た。じゃあ。はい。何でしたっけ。だからね、この動画を。また噛みますね。この動画気に入っていただけたら高評価、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それだけ？グッドボタンだけですか？あ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、なんかいつも忘れちゃうんだよな。なんですかね。やる気ないじゃないですか。リズムで覚えちゃったらいいですね。今度最初にしましょう。はい、最初にしましょう。はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。